私です。片岡翼です。今修学旅行で上海に来てるんですけど、大変なことが起こりそうなんです。お願いします。すぐに来てください。お客様にお知らせいたします。まもなく上海ロンドン行き南側ユーラシアエクスプレス号が発車いたします。翼さん、どうした？そろそろ出発だぞ。なんだ、竹内先生か。なんだってなんだよ。なって言ったでしょ。何のためのくじ引きだと思ってんだ。はい、順番順番。はい、A 組以外は、はい、戻る。はい、戻って戻ってみんな。早く、はい、部屋に戻って。戻りなさい、早く。あ、宇佐美先生、困ります。昼間からお酒を飲まれては。大丈夫ですか？お部屋に戻られた方がいいんじゃないですか。すいません、吉川先生、ちょっと飲み過ぎちゃいましたね。部屋に戻って休みます。本当大丈夫ですか。私、伊吹先生に行って薬持ってきてもらうように頼んでみます。はい。あ、すいません、はい、少しだったもので。部屋に水を。かしこまりました。心配しちゃったんですよ。あ、そうだ、これなんですけど、読んでみてください。ね、私いたずらだとは思えないんですよね。翼さん、宇佐美先生見なかった？え、あ、そこですれ違いましたけど、お部屋じゃないんですか？それがいらっしゃらないのよ。後部車両のトイレかもしれませんわね。皆様、右前方をご覧ください。ただいまよりユーラシアエクスプレス号の車窓からご覧いただける名所旧跡のご案内をいたします。中国は皆様もご存知の通り4000年の歴史を持つ伝統ある国です。各地には名所だけでなく、なんか通路の方が騒がしいんですよ。行ってみましょう。どうしたんですか？車掌さん、このドア開かないんです。どうなってるんですか？あ、どうしたの？こんなやつに捜査任せるんですか？
大丈夫です。この先生なら必ず犯人を見つけ出してくれます。しかしいきなり信用しろって言われてもだな。どうでした、あの扉開きそうですか。はい、後部車両と連絡を取り合いましたが、やはり一旦列車を止めないとどうにもならないようです。次の駅は半町ですわね。どのくらいかかるんですの。約2時間後に到着の予定です。あ、それと半町には地元の警察が待機しているそうです。じゃあこんな奴の勝手にさせることないですよね、伊吹先生。私は吉川先生がお決めになるのが妥当だと思いますわ。このクラスの担任ですし。はい、私はこの方に捜査をお任せしようと思います。西倉先生お願いします。まあそれほど言うなら。お聞きの通りです、よろしくお願いします。犯人を見つけ出して早く生徒たちを安心させてやってください。ありがとうございます。この105号室が私たちの臨時の事務所ってことですね。あ、いけない、あと2時間しかないんですよね。すぐに捜査始めなくちゃ。これ人物メモです。みんなのプロフィールを簡単にまとめておきました。ポケットに入れといてくださいね。詳しい資料が必要だったら東京の事務所にいる秘書の玲子さんに送ってもらいましょう。常務室にファクシミリがあるそうですから。みんなはそれぞれの部屋で先生が質問しに来るのを待ってます。私はいつも先生のそばにいて大事な話をこのメモに記録します。見たいときは人のいないところで指示してくださいね。じゃあ私先生についていきます。お願いしますよ先生。やだ、ずっとラウンジで先生と一緒だったじゃないですか。先生に会う前は列車に乗ってからもずっと先生のこと探してたんですよ。あ、宇佐美先生とはラウンジの前ですれ違ったかな。で、やっと先生のこと見つけたんですよ。まあ怒っちゃいますよ私。凶器が見つからないのが気になりますね。私がやった持ち物検査でも何も出なかったし、他には特にないです。東京にいる秘書の玲子さんにファックスで送ってもらうんですね。わかりました。車掌の真淵さんに頼んでおきます。あ、行きますか。にいました。あ、はい、私みんなと一緒に。あ、みんなというのは本郷亜美子さん、土井原早苗さん、森沢千夏さんの3人です。私たち4人で一番後ろの車両から写真撮りながら一番前のラウンジへ行きました。しばらくおしゃべりしたり景色見たりしてたら、亜美子さんが竹内先生の写真撮り忘れたって言うんで、
もう一度後ろの車両に行こうとしたんです。ドアが開かなくなっていて、そしたら早苗さんが宇佐美先生を見つけたんです。だからずっとみんなと一緒でした。宇佐美先生には会ってません。いえ、知りません。あの、これ以上言うことないんですけど、別にありません。何でも聞いて。ユキノたちと記念写真撮ってました。ラウンジで景色見てからまた後ろの車両に行こうと思ったら扉が開かなかった。詳しくって言われても私頭悪いから分かんない。あ、そうだ、写真あるから見せてあげる。私のカメラデジタルなんだよ。はい、一人で見てね。だから写真撮ってました。何のこと？私字書くの苦手なんだけど。やだこの人変。あ、そうだ、伊吹先生に頼まれてたんだ。はい、早くポケットにしまって。あれ、まだ写真欲しいの？そんないっぺんにはダメ。また後で。先生、もらったものはポケットにしまっといてくださいね。はい、どうぞ。ですか。ずっとラウンジにいました。京子も一緒。外見ながらなんだかんだ話してた。そんだけ。だからずっとラウンジにいました。しつこいな。手紙なんか書いたことない。だから手紙なんか生まれてから書いたことないの。別に嫌な感じ。嘘だと思うなら思ってれば。何ですか。ラウンジにいました。宇佐美先生はラウンジに行った時ちょっと見かけて、その後は知りません。列車が出発した時はここにいて。ユリと、あ、江藤ユリって同室の子です。今後ろの車両に行っちゃって戻ってこられないけど、その子としばらく話をしていました。それから一人でラウンジへ行きました。景色は見てたんですけど、アミコたちが入ってきてしばらくしてかな、うるさくなったんでこの部屋に戻りました。ユリはもういなくて一
一人でぼんやりしてるとそのうち通路が騒がしくなって出てみたんです。早苗が悲鳴を上げたのはそのすぐ後でした。これでいいですか？これ以上なんて答えればいいんですか？片岡さんに？いえ、手紙なんか出してません。だから出してません。ありません。先生たちのところ行った方がいいんじゃないですか？生徒の話なんていい加減でしょ。いえ。早苗さん、かなりショックを受けているんです。後にしていただけませんか？やはり今は無理だと思います。後にしてください。はい、何でしょう？はい、アリバイのことですね。私、ラウンジでお酒を飲んでらした宇佐美先生に声をかけました。ご気分が悪そうでご自分の部屋へ戻るとおっしゃったんですけど、心配になって後部車両から学校医の伊吹先生をお連れしようと先にラウンジを出ました。宇佐美先生のお部屋を訪ねると西倉先生しかいらっしゃらなくて、宇佐美先生戻ってないとおっしゃるんです。それで伊吹先生と一緒にラウンジに戻ってみたんですが、やはり宇佐美先生はいらっしゃいませんでした。あの時私がもっと一生懸命先生を探していたら、失礼しました。もう一度ですか？はい、では繰り返します。私、ラウンジでお酒を飲んでらした宇佐美先生に声をかけました。ご気分が悪そうでご自分の部屋へ戻るとおっしゃったんですけど、心配になって後部車両から学校医の伊吹先生をお連れしようと先にラウンジを出ました。宇佐美先生のお部屋を訪ねると西倉先生、手紙ですか？いえ、まだ出してません。私、夏休みや冬休みにはクラスのみんなに手紙を書くようにしてるんですけど、翼さんは2学期になってから転校してきたのでまだなんです。はい、誰かが私のトランクを開けたみたいなんです。はい、実は事件の後にトランク置き場へ行ったんです。取り出したいものがあったものですから、トランクを開けてみると中がかき回されたようになっていたんです。別に盗まれたものはなかったんですけど、気味が悪くて。あ、取り出したかったのはこれです。修学旅行のしおりです。
また何か思い出したらお話しします。よろしくお願いします。先生、もらったものはポケットにしまっといてくださいね。待ってました。はい。お話？ゆきのちゃんとあみこちゃんとさなえちゃんの4人で記念写真撮ってました。じゃあちゃんと話すね。ゆきのちゃんっていうのはクラス委員でとっても真面目な子なの。あみこちゃんはおしゃべりがとっても楽しい。さなえちゃんはすごくいい子。私たちとっても仲がいいんだよ。後ろの方からずっと写真撮って歩いてきて、ラウンジでもみんなで記念撮影して、景色見ておしゃべりして過ごしてました。おしまい。ゆきのちゃんとあみこちゃんとさなえちゃんの4人で記念写真撮ってました。ねえ、なんで同じこと聞くんですか？私もう疲れちゃった。知らない。知らないってば。ねえ、なんで同じこと聞くんですか？私もう疲れちゃった。別にありません。あ、そうだ、いいもの見せてあげる。これはね、元町で見つけたの。これは中華街でしょ。それから探偵さん、興味ないの？つまんないの。何でしょう。自分の部屋に、ラウンジにもいました。ごめんなさい、混乱しちゃってよく思い出せないんです。え？私と何か関係あるんですか？いえ、私は出してません。私、本当は105号室なんですけども、今隣に宇佐美先生がいるのでここに書いてもらいました。あの部屋は隣
の話し声が聞こえてうるさかったんです。他にはありません。でしょうか。随分と曖昧ですわね。そのような質問にはお答えできかねます。詳しく、まあいいでしょう。列車が上海駅を出発する前から後部車両の自分の部屋で読書をしておりました。出発してほどなく吉川先生がいらっしゃいました。宇佐美先生が酔ってしまわれたとかで、診察カバンを持って101号室とラウンジに参りましたが、宇佐美先生はいらっしゃいませんでした。まあ泥酔をしていたわけではないと伺いましたので、探す必要もないと判断し、そのままラウンジで皆さんと景色を見ておりました。以上です。その質問にはお答えしました。いいえ、出しておりません。私、生徒たちに何か伝える必要があるときは直接会って話すようにしております。はい、宇佐美先生の死因についてお話しておきたいと思います。現場保存が原則ですので詳しくは調べていないのですが、宇佐美先生の胸部には長さ3センチ、幅 0.5 センチほどの傷が1箇所ありました。形状から見て鋭利な刃物、例えば果物ナイフのようなもので刺されたようです。おそらく心臓にまで達しているはずですから、ほぼ即死だったと思われます。亜美子さんからデジタルカメラをお借りして何枚か写真を撮りました。亜美子さんから受け取ってご覧になってください。私の所見はこれにまとめてあります。今のところお教えできることは他にありません。何？え？なんだ？僕を疑ってるのか？ラウンジにいた生徒たちを追い返してから一旦101号室に戻ったよ。え？何をしてたかって？何してたっていいだろう。しばらくして吉川先生が宇佐美のことを聞きに来たな。でも宇佐美は戻ってこなかったよ。つまり僕が宇佐美を最後に見たのはラウンジってことになるな。その後？うん、僕も気になってラウンジに行ったよ。死体が発見されるまでずっとそこにいた。君もいたから覚えてるだろう。もういい加減にしてくれ。え？片岡に？そんなことするわけないだろう。宇佐美じゃあるまいし。いや別に大した意味はないよ。そうだな。あ、そうそう、自殺かもしれないって考えてるかもしれないけど、あいつはそんな殊勝なやつじゃないよ。いや別に大した意味はないよ。ご苦労さん。先生、もらったものはポケットにしまっといてくださいね。
はい、私本来は後部車両の担当なんですが、ラウンジが混雑しているという報告を受けましたので様子を見にこちらにやってまいりました。カウンター係の姿が見えないので探しておりましたら、宇佐美先生に呼び止められまして、ミネラルウォーターをお部屋へ届けるよう申し付けられました。まもなく定時のガイド放送がありましたので急いでお部屋へお届けして、そのまま後部車両のアナウンス室へ向かいました。それを終えてすぐまたラウンジへやってまいりました。トレイを返すためです。連絡扉が開かなくなったのはその後で、私はちょうど乗務員室の内線電話でカウンター係を呼び出そうとしているところでした。あとはご存知の通りです。多分アナウンス室にいたか後部車両を歩いていたかのどちらかだと思います。何のお話でしょうか。そうですね、宇佐美先生はなぜ106号室にいらっしゃったんでしょう。それ以上のことは何も。あ、こういうものがあるんですが、この列車のガイドブックでございます。どうぞお持ちください。ご苦労様でした。先生、もらったものはポケットにしまっといてくださいね。待ってました。はい。ありません。ペティナイフ？皮を剥いたりするのに使うナイフですね。そのサイズなら宇佐美先生の傷口と一致しますわ。じゃあそれが凶器？ちょっと待てよ。そういえばあの時生徒の一人がナイフを拾ってたような気が。誰だったかな。先生行きましょう。なんだ、そんなところから聞き込みしようっていうのか。ちゃんとこっちに来て聞くのが礼儀だろう。はい、何でしょう。はい、アリバイのことですね。私
ラウンジでお酒を飲んでらした宇佐美先生、あの時私がもっと一生懸命、よろしくお願いします。何ですか？ずっとラウンジにいました。京子も一緒、外見ながらなんだかんだ話してた。そんだけ。何ですか？片岡さんに？いえ、手紙なんか出してません。だから出してません。いえ。何でも聞いて。何のこと？私字書くの苦手な。まだ写真欲しいの？しょうがないな。はい、これ。喋りませんけど、普通変なこと聞かないでくださいよ。京子が手にしてたよ。だから民谷京子だよ。もういい加減にしてくれ。ご苦労さん。食器や果物が落ちちゃって、私そばにいたから拾って元に戻しましたけど、
私を疑ってるんですか？ナイフはちゃんと元に戻しました。はるかが一緒にいたから聞いてもらえばわかると思います。私ちゃんと元に戻しました。返してましたよ。私見てたもん。返してましたよ。どうして京子だけ疑うような言い方すんの？だってカウンターの中には誰もいなかったんだから、誰だってナイフを盗むチャンスはあったはずだよ。西倉先生や吉川先生もいたし、亜美子や早苗や千夏だって。そうだ、千夏なんか変だったな。よくわかんないけど。返したってば。京子が犯人だと思ってんの？京子がそんなことするわけないでしょ。嫌な感じ。何のお話？してません。私のこと疑ってるの？怪しいって言ったら雪乃ちゃんだよ。雪乃ちゃんね、昨日上海のホテルで翼ちゃんのバッグいじってたんだよ。怪しいでしょ？ねえ、どういうことですか？何のことか分かりません。すいません、手紙出しました。実は聞いちゃったんです。旅行に出る前の日の放課後でした。科学室で忘れ物を見つけてほっとしてたら、隣の準備室から興奮した話し声が聞こえてきたんです。あんな奴は死んだ方がいいとか、殺してやるとか、今度の旅行中にチャンスがあったらって。途切れ途切れでよくわからなかったんですけど、女の人の声でした。出てくる気配がしたので怖くなって教室を出ました。その人は最後まで誰だか分かりませんでした。私何とかしなくちゃいけないと思ってたんですけど、それで翼さんに手紙を書いたんです。待ってて悪かったと思ってます。ごめんなさい。
ってて悪かった。今度は何のお話？ありません。ねえ、もう事件の話よそうよ。別の話しようよ。え？何のこと言ってんの？私、化学とか物理とか聞くと頭痛くなっちゃう。ねえ、なんで同じこと聞くんですか？私、頭痛くなっちゃった。結構人気あったよ。やっぱりスポーツできる人って憧れちゃう人多いんじゃない？プレゼントあげる子もいっぱいいたみたい。私はっていうと、タイプじゃない。なんか繊細さが足りないっていうか。そういう意味じゃ宇佐美先生のこと嫌ってる子もいたな。特に誰ってことじゃないんだけど。ねえ、なんで同じこと聞くんですか？私もう疲れちゃった。157センチ、体重も41キロ。157センチ、41キロ。私で分かることなら話します。特にないんですけど、真由美さんとかみんなどうしてます？いいえ、いいです。すいません。今は話すことはありません。科学室ですか？授業の時は、それと掃除当番の時には行きますけど、あとは。私、あそこの雰囲気あんまり好きじゃないんです。その日で変わるものでしょう。うまく言えないんです。すいません。157センチ、40キロです。捜査に関係あるんですか？またお話しようね。やはり今は無理だと思います。後にしてください。はい、何でしょうか？
はい。私のトランクが荒らされてたことと宇佐美先生が亡くなったことは直接結びつくんでしょうか。いずれにしてもここにいる生徒の中にそんなことをする人は絶対にいません。すいません、ゆっくり考えさせてください。は？学園のですか？いいえ、私今年転任してきたばかりで、科学室がどこにあるかもまだよく知らないんです。はい、大変教育熱心な方だったと思います。宇佐美先生のひいおばあ様がそもそも当学園の創始者でいらっしゃって、代々教育に情熱を傾けられてきた家柄なんです。すいません、はい、167センチ48キロです。最近測ってないんで正確かどうかわからないんですけど。お役に立てなくてすいません。まだようですか。別に。何にもない。嫌な感じ。嘘だと思うなら思ってれば。何それ。わけわかんない。よく知らない。考えたことない。何それ。158センチ。はい。私は別にないけど、他の子たち私のこと何か言ってませんでした。京子とか。別にありません。科学室って学校のですか？事件と何の関係があるのかな。科学の授業があれば誰でも行きますけど、これ以上なんて答えればいいんですか？体育の先生です。だから体育の先生です。154センチですけど、それがどうかしたんですか？それって大事なことなんですか？早く聞いて、何でも聞いて。
そう。昨日上海の街でね、パパそっくりな人に会ったんだ。でね、二人で一緒に写真撮ってプレゼントしてあげたの。探偵さんにもあげる。はい、これ。あれ？まだ写真欲しいの？ポケットいっぱいじゃない。ダメ、また後で。え、探偵さん私たちの学校に来たことあるの？科学室に用があるんだったら石倉先生に行って鍵借りてあげようか。今度遊びにおいで、詳しく案内してあげる。どうしよっかな、行っちゃおっかな。宇佐美先生はね、真由美さんとラブラブだったんだよ。手が早かったみたい。そういうこと聞く？私とアミコとサナエさん、それと千夏さん、4人ともずっとラウンジにいたように思っていたんですけど、よく考えてみると千夏さんがずっと一緒にいたかどうか自信がなくなってきたんです。あ、でも私千夏さんを疑っているわけじゃないんですよ。これ以上言うことありません。私は声を聞いただけです。だから誰だかわからないんです。あ、でもその人鍵をかけていったから、担当の先生にその鍵を返したはずです。科学室の担当は西倉先生です。鍵を返したのは誰か聞いてみたらどうですか？優しい先生でしたけど、私は好きでも嫌いでもありませんでした。これ以上言うことありません。身長と体重ですか？165センチ、46キロですけど、詳しくって言われても。またね。はい、何でしょう。京子さんの話ですけど、どうして隣の話し声がうるさいって言ったんだろう。だって106号室の遥香さんと早苗さんは騒ぐような人たちじゃないし、104号室の亜美子さんと雪乃さんはずっと外にいたんでしょ。もうちょっと考えてみます。先生、私が殺してやるなんて言うわけないでしょ。先生、本当に怒りますよ。本当に怒りますよ。明るくていい先生だと思ってたんですけど、なんだか分かんなくなってきちゃいました。159センチで45キロですけど、
スリーサイズなんて聞かないでくださいよね。メモに書いておきます。あ、ちょっと待ってください。先生、酷ですよ。バチが当たりますよ。先生です。だから体育の先生です。何のお話？ありません。ねえ、なんで同じこと。またお話しようね。今度は何かな。ところで君はもう容疑者全員の履歴を取り寄せたのか。あ、そう。でもちゃんと読んだのか。もしかしたらそこにヒントが潜んでるのかもしんないんだよ。ヒントはやったんだから、あとは君の仕事だろう。当然だろう。僕は科学の教師なんだから。だから休みの日以外は毎日行ってるよ。あそこの雰囲気は好きなんだ。もういい加減にしてくれ。ああ、クズだよクズ。教師というより人間として最低のやつだよ。いい加減にしてくれ。え、身長180センチだよ。体重は99キロだよ。今言ったろ、180センチ99キロだよ。ん、僕に決まってるだろ。科学室の担当だからね。ああ、当番のことか。毎日変わるからね。ここ1週間くらいのことなら覚えてるけど。何曜日だい？その日の当番は確か、山地だ。山地真由美だよ。まだ何か？特にありませんが、私の診察カバーについてお聞きになりたいですか？ご安心ください。これは往診用のカバンですので、メスなどは一切入っておりません。これ以上はありません。あとは他の方々に伺ってください。いいえ、
学校の科学室へ行ったことはございません。私は学校医ですから、通常医務室以外の場所へは参りません。宇佐美先生とは個人的なお付き合いがありませんでしたので、お話しすることはありません。仕事の場では誰とも親しくしない主義ですから。身長と体重、はい、170センチ、52キロです。その質問にはお答えしました。ご苦労さん。先生と付き合ってたんです、去年の秋まで。正確に言うと学園祭の夜が最後でした。いきなりお別れだって言われて、あっけに取られちゃいましたよ。でもすぐにそのわけ分かったんです。他の子とキスしてたから。だから殺してやるって本気で思った。旅行の前、科学室でそう言ったのも事実です。でも違うんですよ、残念だけど。私は宇佐美先生を殺してません。もういいでしょう、嫌なんですよ思い出すの。もういいでしょう、嫌。まだ用ですか？何にもない。嫌な感じ。嘘だと思うなら思ってれば。お役に立てなくてすいません。早く聞いて、何でも聞いて。まだ写真欲しいの？しょうがないな。はい、これ。あれ？まだ写真欲しいの？ポケットいっぱいじゃない。ダメ、また後で。どうしよっかな、行っちゃおっかな。宇佐美先生はね、真由美さんの後別の女の子と付き合ってたんだよ。誰だと思う？つまんない。じゃあまたね。早く聞いて、何でも聞いて。宇佐美先生はね、真由美さんの後
京子。実はね、真由美さんと京子さん昔は親友だったんだよ。それがさ、宇佐美先生のことが原因でうまくいかなくなって、京子さんは真由美さんに嫌われたと思ってるらしいんだけど、私はなんか違うような気がするな。真由美さんってそんな単純な人じゃないと思うんだよね。私よか、京子さんに聞いてみれば。またね。私で分かることなら話します。はい、付き合ってました。私、付き合ってた人が殺されたのに涙が出てこないんです。多分本当の恋人じゃなかったんでしょうね。真由美が聞いたら怒るかな。由美とは初等部の頃からの親友だったんです。でも宇佐美先生のことがあってから話をすることもなくなって、私のことを避けてるんだなと思ってました。でもそうじゃなかった。あの子は私に嫌な思いをさせないようにって気を使っててくれたんです。今やっと気がつきました。本当言うとね、宇佐美先生には他に好きな人ができたんです。その人の名前ですか？言いたくありません。これ以上話したくはありません。今度は何のお話？ありません。またお話しようね。待ってました。はい。私は別にないけど、他の子たち、私のこと何か言ってませんでした？例えば京子とか。いなくなればいいって思ってました。同じこと京子にも聞いたんですか？じゃあ京子、宇佐美先生の新しい相手の名前教えたんですか？本当に？京子らしいな。自分より相手のこと気遣っちゃって。捜査に必要なら私が言います。宇佐美先生が狙ってたのは早苗です。もういいでしょう。嫌なんですよ、思い出すの。
お待たせしました。今届いたばかりのファックスです。では私は常務室に戻ります。先生、ちゃんとポケットにしまっといてくださいね。探偵さんはお話好きだね。探偵さん見た？宇佐美先生とっても可愛い指輪してたでしょ。私もああいうの欲しいな。あ、そうだ、探偵さんに似合いそうなのがあったんだよ。あ、やっぱりやめた。ね、はるかちゃんはね、すっごい嘘つきなんだよ。嘘つくときこんな風に髪を触るの。だからみんなにバレちゃってるの。もっと面白いこと聞いてよ。やだ。はるかのことなんですけど、彼女自分を出すのが下手だから探偵さんを困らせてるんじゃないですか。でも根はいい子なんですよ。事件とは関係ないですね。彼女は私と同じバスケット部で、始めてからまだ半年なのにすごく上達が早いんですよ。練習の時なんか生き生きしてて普段と全く違うんです。他には特にありません。それって捜査に関係あるんですか？私それ捜査に関係ないと思う。頑張ってね。でしょうか。アミコさんたちとラウンジへ行って写真を撮ってもらっていました。詳しくですか。はい、ラウンジから見える景色が素敵だって誘われたので皆さんについて行って写真を撮ってもらっていました。その後、自分でも写真を撮りたくなって部屋にカメラを撮りに戻ったんです。そうしたら、すいません、これくらいにしてください。ですからラウンジで写真を撮ってもらっていました。何かって言われても特にないと思います。すいません、これくらいにしてください。すいません、
ても優しい先生で、誕生日にお花を送ってもらったこともありました。実はデートに誘われたことがあるんです。1週間ほど前です。私ドキドキしてしまって、その時は返事しなかったんです。どうしたらいいのかわからなくて。それで私、佐野遥さんに打ち明けてみたんです。そうしたら遥さん怒ったんです。絶対に付き合っちゃダメだ、あんな先生の言うこと信じるなって、すごく怖い顔して。私どうして遥さんがそんなこと言うのか分かりませんでした。遥さん、宇佐美先生のこと嫌いだったようです。私にはとてもいい先生でした。お話しすべきことなんでしょうか。お話しすべきことなんでしょうか。恥ずかしいから言いたくないんですけど。何か分かりましたでしょうか。いえ、それより生徒たちは捜査に協力してますでしょうか。私、遥さんのことが心配なんです。彼女、自分に素直になれないっていうか、時々嘘をつくことがあるんです。最近は少しずつ変わってきてるようですけど。彼女、京子さんがキャプテンをしているバスケット部に入ったんです。京子さんは成績もいいし、よく気のつく子でみんなから慕われているんです。遥さんは高等部から転校してきたせいか、誰と持ち解けることができない生徒だったんですけど、京子さんだけは何かと話しかけて自然に友達として接していました。遥さんはそんな京子さんに尊敬というか憧れのような感情を抱いているような気がします。でも他の人にはなかなか心を開こうとしないんです。上から82、58、87です。ゆうべ食べ過ぎて少し太ったかもしれません。早く解決してくださいね。またですか。別に。ないってば。何それ。別に。そうだよ、嫌いだよ。
早苗から相談された時もあんなのと付き合うとバカ見るからやめなって怒ったんだよ。宇佐美って昔付き合ってた生徒自殺させたことがあるんだ。その子と同じ学年だったうちの姉貴から聞いたんだけどね、自殺した子の名前さよっていうの。小さい夜って書いてさよ。寂しそうな名前だから私ずっと覚えてた。何ですか？気がついたことって言われても私何も見てないから。それより探偵さん、事件解決の目処はついたんですか？そんな、早く解決してよ。私、京子と話がしたいんです。気がついたことって言われても私、何も見てないから。そんなこと聞いて何の意味があるんですか？上から84、56、82、これでいいですか？これ以上同じこと聞くと私切れますよ。これ以上同じこと聞くと。聞いてね。ねえねえ探偵さん、教えてあげようか。はるかのことなんだけど、あの子結構嘘つきなんだ。でも髪の毛触るからすぐ分かっちゃうの。単純。西倉先生、ロッカーの中探偵小説でいっぱいなんだよ。時々ニヒルにカッコつけてるでしょ。小説の主人公になりきってるんだよ。それに伊吹先生に気があるって分かった？思いっきりバレてるよね。伊吹先生は私たちが初等部の時学校に来たんだけど、その時はすごく優しい先生だったんだよ。でも今は事務的で冷たい感じでしょ。なんかあったんだね。吉川先生はけなげでいい人。怒らせると可愛いよ。もう全部話しちゃったからない。でも写真あげるね。はい。もう全部話しちゃったからない。それ趣味？仕事？じゃあ見りゃわかるでしょ。ふん。どっちみち言わないよ。え？どうして知ってるの？話してもいいけど、私泣いちゃうかもしれない。私とさよちゃんはとっても仲良しだったの。とっても優しくって、いつも私のこと大事にしてくれたの。でも私が初等部6年の時、お家に帰ってきたらお医者さんが来てて、もうダメだって。さよちゃん最後に私の手をギュッて握って言ったの。あみちゃん、可愛いお嫁さんになるんだよって。さよちゃんの写真あげるね。はい。さよちゃんのこと時々思い出してね。
がかりありました？私今度のこと反省してるんです。最初から誰かに相談すればよかったって。それでよく考えてみると、私クラス委員なのに誰ともちゃんと話をしてなかったって気づいたんです。真由美さんや京子さんとはなんとなく話しにくいし、遥香さんはいつも本当のこと隠してるみたいで、森沢千夏さんはアクセサリーの話題ばかりでいい加減にしてほしいって思うこともあって。すいません、クラスのことしか浮かばなくて。え？よく知らないんです。自信がないんです。言いたくありません。いえ、聞いたことありません。すいません、知らないんです。すいません。頑張ってね。でしょう。吉川先生のトランクの話って、あれ思い違いじゃないかな。それより私心配になってきてるんですけど、事件解決できそうですか？さすが先生、頼もしい。ちょっと考えさせてください。80、58、84ですけど、捜査と関係あるんですか？いや、知りませんよ。私転校してきたばっかりなんですってば。は、行きますか。先生はやけになってると思います。知らないと。先生、気持ちは分かりますけど無理ですよ。まだ何か？宇佐美先生の写真は亜美子さんから受け取っていただけましたか？あの中の一枚が気になっていたのですが。右手を写した写真です。薬指の付け根に日焼けしてない部分がありましたでしょ？あれはなんだかお分かりになりましたか？写真をご確認なさったのならそれで結構です。3サイズ、は
はい、93、60、90です。一つお願いがあります。その数字がこの事件とどう関係あるかということを、事件が解決した暁には必ずお教え願いたいと思います。以上です。どうして彼女のことをご存知ですの？わかりました。近町さよと会ったのは今から5年前のことです。黎明女学園に来たばかりの私に最初に心を開いてくれた生徒でした。1年生になったばかりの近町さよは母親と2人暮らしということでした。大変聡明で優秀な生徒で、私が学園を訪れた時はいつも医務室に遊びに来てくれて、2人でいろいろな話をしました。美術部に所属していた彼女は、作品が出来上がるたびに私に見せに来てくれました。将来は彫刻をやりたいと何度も言っていました。目を輝かせて。ところが夏休みを境に彼女は全く医務室に姿を見せなくなりました。少し寂しい気はしましたが、作品作りに打ち込んでいる彼女を見かけることがあったので気に留めることはなかったのです。そしてその翌年、冬休みが終わる前の日でした。何の前触れもなしに大量の睡眠薬を服用して、彼女は自らの命を絶ったのです。連絡を受けてすぐ、私と学園長、そして担任の宇佐美先生がさよさんの自宅へ向かいました。自殺の原因は分かりませんでした。ただその後、宇佐美先生と近町さんのことが一部の生徒の間で噂になっていると聞いたとき、自分が迂闊だったことに気がつきました。学園側は生徒たちを動揺させないよう穏便に処理したようです。でもそんなことはどうでもよかった。私にとって問題なのは、彼女を守ってやれなかったという事実だけです。あの事件で私は自分の無力さを思い知らされました。多分あの時のように生徒たちと接することはもうないでしょうね。その質問にはお答えしました。また君か。特にないけど。容疑者全員の履歴書は取り寄せたんだっけ？ならいいんだ。ま、何かヒントはつかめると思うよ。君はここに何しに来てるの？確かこの前の身体測定では117、110、115だったかな。まさか伊吹先生にもそんなこと聞いたんじゃないだろうな。さよ？いや、知らないな。知らないって言ってるだろ。しつこいな。もういい加減にしてくれ。ご苦労さん。ご苦労様です。私、列車の乗務員として責任を感じております。生徒さんたちにとっては楽しい思い出になるはずの修学旅行だというのに。後で皆さんにお飲み物でもご用意したいと思います。あ、
事件に対して責任を感じております。確か胸囲は 94.5 センチ、ウエストは84センチ、ヒップは95センチだったと記憶しておりますが、もう申し上げましたが、ご苦労様でした。はい、近町小夜さんの資料ですね。また馬淵さんに頼んでおきます。吉川先生のトランクの話って、あれ思い違いじゃないかな。はい、はい、さっき思い出したんですけど、通路の壁飾り壊れてるような気がするんです。私、額縁とか傾いてるとすごく気になるたちなんです。他には特にありません。頑張ってね。これか。あ、今連絡が入りまして、あの扉の奥に血のついたナイフが挟まってるそうです。カウンターのペティナイフ。はい。先生、凶器ですね。馬淵さん、これどうしたんですか？あ、いや、気づきませんでした。本来はこういう形を。ああ、この袋がなくなってるんだ。これは？あ、それは防犯カメラでございます。カメラ？あ、ちょっと失礼します。先生、捜査を続けましょうか。ちょうど今ファックスが届いてます。先生、玲子さんが送ってくれた履歴書です。馬淵さん、いいですか？はい、どうぞ。先生、確認お願いします。あ、このモニター。馬淵さん、これさっき言ってた防犯カメラのモニターですか？はい、そうですが。これってずっと通路を録画してるんでしょ？もしかしたら犯人の姿も映ってるかもしれませんよ。はい、しかしエンドレステープですから、すでに消去されてしまってるはずです。あれ、
オ止まってる。え？先生、どうぞ。これは京子さんですね。105号室に入りました。真淵さんです。ラウンジの方へ行きます。これは吉川先生ですね。後ろの車両へ行きます。あ、これ私、先生を探しに来たとこです。宇佐美先生です。やっぱり自分で106号室に行ったんですね。あ、京子さんが隣の部屋から出てきました。これは、アミコさんたちです。ユキノさん、サナエさん、チナツさんもいますね。また、マブチさんが来ました。西倉先生です。102号室は、誰もいませんね。次は103号室。今のは、江藤ゆりさんですね。104号室は、あ、ここはアミコさんとユキノさんの部屋だから誰もいません。105号室は、ここも誰もいません。106号室、あ、真淵さんが入りました。吉川先生です。伊吹先生と戻ってきました。あ、江藤ゆりさんです。ゆりさんはこの後、後ろの車両へ行ったきりですね。真淵さんが出てきました。西倉先生も出ていきますね。あ、京子さんが戻ってきました。あそこは106号室ですね。あ、でも入りませんね。はるかさんを気にしたのかな。はるかさんが入りました。え、どうしたんですか。は、なにこれ、カメラが動いちゃった。あ、戻った。これは真由美さんですね。103号室に入りました。はるかさんです。続いて真淵さん。アミコさんとユキノさんです。あ、扉が開かなくなった。
早苗さんです。あれは真由美さん、真淵さん、そして私。そっか、テープが引っかかったんでここで止まっちゃったんだ。あ、では私しばらくカウンターバーでお飲み物をお作りしておりますので、あとはどうぞご自由にお使いください。先生、このビデオで何か分かりました？みんなの証言と一致してたのかな。まもなく当列車は半朝市内に入ります。次の半朝駅には帝国通りの到着の予定です。あ、もうそろそろ次の駅だ。聞き込みをしている時間はありませんね。どうしましょうか。ええ、そうしてください。私もう訳が分かんなくて。じゃあ私が質問しますんで答えてくださいね。今のビデオに映ってたこととみんなが話してくれたことって一致してましたっけ？じゃあ嘘をついた人がいるってことですよね。どうして嘘なんかついたんですか？カメラが急に向きを変えたのはどういうことなんですか？近町小夜さんの自殺ってこの事件と関係があるんですか？宇佐美先生を殺す動機を持ってた人っているんですか？壁飾りが壊れてたのはなぜなんでしょうか？ところで、亜美子さんの写真って参考になりましたか？先生、そろそろ教えてくださいよ。犯人は誰なんです？わかりました。捜査メモが見たいときは言ってください。じゃあ、みんなをラウンジに集めます。みんなを呼んできました。先生方には乗務室で防犯カメラのビデオを見てもらいました。防犯カメラなんてあったの？ええ、事件が起きた時の通路の様子が映ってます。知ってて？犯人は映ってたんですか？いや、途中でカメラの位置が変わって壁しか映ってなかった。ということはやっぱり宇佐美先生はご自分で106号室に行かれたんですか？ああ、それは映ってた。確かに。しかし宇佐美先生はなんでまた。おい、土井原。はい。君は確か106号室だったよな。早苗さんは関係ないと思います。宇佐美先生はきっとお酒に酔って部屋を間違えちゃったんじゃないですか？いや、いくら酔ってたからって。じゃあわざわざ行ったってことですよね。生徒の部屋に先生が。生徒に聞くより先生たちで考えたらどうですか？うん、まあそれはいいか。捜査の結果早く教えてくれよ。あの、本題に入る前に確かめておきたいことがあるんです。何？皆さんの中に防犯カメラのビデオと食い違う証言をした人が一人だけいるらしいんです。それは誰だ？
先生お願いします。嘘の証言したのって誰でしたっけ？本当にいいですね。はるかさん？そっか、はるかさんずっとラウンジにいたって証言したんだよね。佐野、お前がやったのか？違います。部屋に入ったら寝てたんです。私頭きてすぐ部屋を出ました。気分悪いから言わなかっただけです。本当ですよ、うん、その時宇佐美先生は生きていた。だとしたらその後が問題だ。ええ、防犯カメラを動かした人がいます。そう、それが犯人だ。犯人はカメラを動かして自分の姿は映らないようにしたんだ。すると犯人は防犯カメラの存在を知っていた人物ということになりますわね。わかった。犯人はこの列車の乗務員だ。いや、しかし私は後部車両におりました。え？そうですよね。後部車両からカメラを動かしに来るとビデオに自分の姿が映ってしまいますもの。そっか。じゃあカメラの反対側、ラウンジにいた者が犯人だ。西倉先生もそのお一人ですわ。いや、僕はやってませんよ、断じてやっておりません。落ち着いてください。誰も西倉先生だなんて。ああ、誰なんだ犯人は。私じゃありません。私だって。あの、探偵さんに聞いてみたらどうです？ん？うん、探偵さんはもう分かってるみたいでしょ。誰なんですか、カメラ動かしたのは。本当にいいですね。千夏？え？私カメラなんか動かしてませんよ。だってある場所も知らないのに。その防犯カメラってどこにあるんですか？本当にいいですね。あ、これ私が撮った写真だ。壁飾りがカメラだったのか。千夏さん、どうなの？それなら動かしました。森沢、お前宇佐美先生を。あ、違います。私はただあの袋をすごく可愛いなって思って、もっと近くで見たかっただけです。でも届かなかったんで、台になるものを探したら手は届いたんですけど。私もう焦っちゃって、見つかったら大変だもん。袋は壊しちゃったってこともあったし、思わず拾っちゃったんです。あと壁飾りは元に戻しました。カメラだなんて全然気がつきませんでした。トランクだってちゃんと元のところへ戻しました。袋は返します。盗むつもりじゃなかったんです。本当にごめんなさい。それでフクロウがなくなってたんだ。トランクの件も解決ですね。千夏さん、もういいよ。誰も怒ってないみたいだし。っていうことは、カメラがずっと横を向いていた間は千夏はそこにいたわけだよね。つまりラウンジ側にいたものは106号室には入れないってことね。はい、千夏さんに顔を見られてしまいます。そっか、全く逆か。犯人はラウンジ側にいなかったもの、つ
つまり乗務員の真淵さん、佐野遥、この二人だけってことになる。しかし真淵さんは後部車両にいた。佐野遥も宇佐美先生が眠っているのを見た後外へ出た。となると佐野、宇佐美は本当に寝てたのか。眠ってましたよ、いびきかいてたもん。京子さんはどう。ビデオで見ると106号室の前までは行ったのよね。はい、でも中の様子は分かりませんでした。え、京子、中に入ってないの？うん、実は私隣の部屋にいて宇佐美先生の声がしたから106号室にいるの知ってたの。京子、どうしたの？あの時の京子、様子が変だったから私思い込んじゃったの。それにあのナイフだって、京子がナイフを持ってたところはみんなが見てるでしょ。だからもしナイフが見つかったら京子がやったってバレてしまうと思ったの。何をしてるんだろうなんて考えなかった。ナイフを捨てなきゃって、それだけ。でも後ろの車両へ行こうとしたら真淵さんがこっちへ向かってくるのが見えて、それで私そこでナイフを捨てました。今度は全部本当のことです。私をかばおうとしたのね。バカだよね。ちょっと待て、ナイフを捨てたってどこに。連絡扉の隙間です。隙間、はあ、それで扉が。はい、開かなくなったのは隙間に挟まったナイフが原因です。それって遥香さんの話に一致しますね。その時すでに宇佐美は死んでいた。犯人が絞られたようですわね。おっしゃってください、犯人の名前を。宇佐美先生を殺したのは誰なんですか。本当にいいですね。え？おっしゃってることがよくわかりません。どうして私が宇佐美先生を殺さなくてはならないのでしょうか。え？私には真淵さんと宇佐美先生との関係がよくわかりませんが。うん、確かに犯行の動機はないな。宇佐美先生が酔っ払ってて注意して喧嘩になったとか。真淵さん、そんな短気な性格には見えないと思いますけど。でも私たちの知らない何か事情があったとしたら。そっか、探偵さんは真淵さんの秘密知ってるんだ。知ってらっしゃるんですか。私たちにも分かるようなものあるんだったら見せてください。
本当にいいですね。え、誰これ。近町さよ。それ宇佐美のせいで自殺した子です。またいい加減な。ああ、1994年自殺。近町さよ1977年生まれ。1993年黎明女学院入学。近町さよさんのことはよく覚えています。私が赴任して間もない頃、皆さんが初等部6年だった時のことです。彼女と私は生徒と学校医というより親しい友人のようでした。さよさんが睡眠薬で自らの命を絶ったのは翌年の冬のことです。自殺の理由は不明でしたが、こういう噂を耳にしました。さよさんを自殺に追い込んだのは当時交際していた宇佐美先生だと。この噂は本当だった。今の私はそう確信しております。それであんなに怒ったんですね。別に。わからないな。これを見ただけじゃ宇佐美とまぶしさんが結びつかないんだよ。まだ何かあるんじゃないの。お願いします。宇佐美先生とまぶしさんの関係が分かるもの他にもあるんだったら私たちに見せてください。本当にいいですね。馬淵良平1975年近町芳恵と結婚。近町さよ母芳恵。馬淵良平1977年一条を設けるが1988年離婚。近町さよ1977年生まれ。1988年両親が離婚。さよさんのお父様。君分かってたのか。あなたが宇佐美先生を。間違いないですよ。娘を自殺させた男への復讐、これは立派な動機だ。それに殺害のチャンスも十分。条件が揃いましたね。お言葉ですが、私が宇佐美先生にお目にかかったのは今日が初めてでございます。会ったことのない方にそのような殺意を抱くことがあるでしょうか。そっか。恨みを持った相手が目の前に立ってそいつが誰だか分からなかったら何にもしないか。でも何かのきっかけで宇佐美先生がその相手だって分かることもあるんじゃないでしょうか。そうかもしれません。さよさんと関係あるものとか。ねえ先生、馬淵さんはどうして宇佐美先生がその相手だと分かったんですか。手がかりになるようなもの持ってるんだったら見せてください。本当にいいですね。
ご推察の通りです。私が宇佐美先生を殺しました。10年前のあの日、小夜は11歳でした。妻とのことは特に何があったというわけではありません。お互いに妥協ができなかった。当時も今も言えるのはそれだけです。ただ小夜のことだけが気がかりでした。5年ぶりの再会でした。小夜は立派な女性に成長していました。わずかな時間でしたが、いろいろな話をしました。初めて好きな人ができたんだと言って嬉しそうに話した時の顔はよく覚えています。その人のために作ったという揃いの指輪まで見せてくれました。小夜が自ら命を絶ったという知らせを聞いたのはそれから数ヶ月後のことでした。小夜は私の予想をはるかに超えて人生を豊かに過ごしていたようです。日記に綴られていたのはほとんどが私から見れば取るに足らないようなことでした。しかし小夜はそれでもその全てを生きていることの喜びとして受け止めていて、最後の日付は自殺の前日でした。読みながら私は思わず声を上げていました。そこには愛した男への絶望が綴られていたのです。相手は小夜の通う学園の教師でした。宇佐美というその教師の気持ちを聞きたい、一言でもいいから聞きたい、ただそれだけの一心で学園に掛け合ったのですが、すでに転勤したからと居場所すら教えてもらえませんでした。それから数年が経って今日のこの日、ほんの数時間前のことです。あの時の衝撃は忘れられません。探し求めていた宇佐美という教師にこの列車の中で巡り合ったのです。乗客名簿で名前を目にした時はまさかという気持ちの方が強かったのですが、あの指輪で確信が持てました。自分でも驚くほどの怒りが体の芯から湧き起こって、気がついた時にはナイフをしまい込んでいました。しかしその時の私はまだ冷静でした。まず話を聞こう。もし彼に後悔の念があれば許すことができるかもしれない。それだけは確かです。珍しい指輪ですね。大事にしてらっしゃるんですか？これ昔付き合ってた女がくれたんだけどさ、好きでつけてるわけじゃないんだよね。どうしても取れないんだよね。取りたくてしょうがないんだけどさ、なぜか取れないんだよね。執念深い女だよ。話は聞くまでもありませんでした。後悔どころか小夜の思いは冷たく踏みにじられたのです。不思議なことに指輪はすぐに外れました。小夜は私のもとへ帰りたがっている。私にはそう思えました。その後私はアナウンス室へ向かいました。時間通りに
最後のガイド放送をやり遂げるためです。信じていただけないかもしれませんが、その時の私は自首をするつもりでいたのです。ところが思いもよらないことが次々と私を襲いました。連絡扉が開かない、ナイフが消えている、その上誰かが防犯カメラを動かしている。私は混乱しました。私の犯行がどんどん覆い隠されていったからです。そして思いました。これはもしかしたら死んだ小夜が私に隠し通せと言っているのではないか。もしそうだとしたら私は捕まるわけにはいかない。何を言っても弁解にしかなりませんね。確かに私は罪を犯しました。しかし後悔はありません。あなたたちを見てると作用を思い出します。まもなく当列車は半町駅に到着いたします。お降りのお客様はご準備をお願いいたします。終わりましたね。皆様、ただいま当列車は半町駅に到着いたしました。クラスを代表してお礼を言います。ありがとうございました。お疲れ様。今度この旅行の写真アルバムにして送ってあげるね。いろんなことがいっぺんにありすぎて、でも頑張れそうです。ありがとうございました。探偵さん、これあげる。じゃあね。お世話になりました。あのね、あゆみが探偵さんのことを気に入ってたみたいですよ。ちょっと余計なこと言わないの。どうも。元気でね。そんだけ。あなたにお願いして本当に良かったと思います。心からお礼を申し上げます。なかなか筋が良かったよ。認める。でもお互いあとミステリーを300冊ほど読んでまた会おう。一言申し上げますと、捜査をやり遂げたあなたに敬意を表します。何かお約束をしたような気もいたしますが、忘れましたわ。先生、お疲れ様でした。東京に戻ったら秘書の玲子さんによろしく言っといてくださいね。それじゃあそこまでお見送りします。先生、お疲れ様でした。
おい